ここがレーブル地区か。いかにも山の手っていうか、雰囲気のいい住宅街みたいだね。ええ、品がありながら落ち着いていて、緑にも癒されますし。さすがアニエスさんが生まれ育った場所ですね。気に入ってくれて嬉しいです。悪徳政治家を懲らしめるのに何度か夜に来たことはあるけど、確かにいい環境ね。前に勧められた高級物件とか検討しちゃおうかしら。暮らしやすい地区なのは確かだと思いますけど。女優の稼ぎなら余裕だろうが。つが、いつの間にしれっと合流したんだ。いいじゃない、イベントもちゃんと終わらせたし。郊外で気になることもあったんでしょ。そちらも共有しておかないと。本当のところは私だけのけ者なんて寂しいじゃない。いずれにせよ一通り回りつつ、念のため掲示板を確かめるのだな。ええ、ここは治安もいいし、ざっとで構わないと思います。落ち着いた雰囲気の店だね。リモートワークにも良さそうだ。アルベール君やオデットもたまにここで勉強してるみたいですね。さて、ここの名物スイーツは何だったかなと。
ワーも含めて街が一望できますね。レーブル自慢の景色ですね。早起きして見る朝焼けは最高ですよ。それはぜひ見てみたいものですね。そちらが私の実家になります。バンさんは昨年末以来ですよね。ああ、もはや随分昔って気もするな。そういや、あのでかい犬はどうしてるかね。この辺はまさに閑静な住宅街って感じだな。はい、省庁勤めの方なども住まわれていたかと。ま、面白いもんはなさそうだな。引き返すぞ。こちらは地元御用達の雑貨店です。食材の品揃えがよくって、近くにあると嬉しい店って感じね。住みやすそうで羨ましいわ。お宝発見です。そういえばこちらの礼拝堂にはあまり顔を出したことはなかったな。ちなみにこの建物は鐘楼まで登れるようになっているんですよ。へえ、行ってみたいです。結構古い建物みたいだけど、すごく丁寧に維持されてるみたいね。ありがとうございます。確かに前に来たのは夜だったが、昼間はまた趣が違うもんだぜ。え？あっ！うわっ！お前はまさか。アルフォンス、どうしてここに？へえ、なかなか生かすやつじゃねえか。どうやらアニエスさんの家で飼っている犬みたいだけど。話には聞いてましたが、あれ？でも皇帝ってところで飼われてるって。アルフォンス、ステイ。
じゃれるのはそのくらいに。お父さん、大統領閣下、まさかご在宅でしたか。これは驚いた。突然の訪問申し訳ない。いや、とんでもない。このような接待によくいらっしゃった。少々公務の隙間ができたので散歩がてら立ち寄っただけなのだが。俺と出張から戻った翌日に業務再開とは、相変わらず仕事熱心なことだ。娘のアルバイトの雇用先という意味ではあまり無理しすぎないでほしいところだがね。お父さん、ほらアルフォンス、ね。当然のようにご存知でいらっしゃるのはともかく、例の計画で多忙を極めてそうな閣下がそれをおっしゃいますかとは思いますがね。ああ、なんといっても史上初となる計画だ。トラブルが起きてもリカバーできるよう、もともと十分な予備期間を取っていた。だがクロンカイト教授やエスメレー准教授、ベルヌのエンジニア諸君の頑張りに加え、 MK 社の管制システムも整ったため、予定を大幅に繰り上げたというわけさ。構わないさ。確かに陸戦主体のザイクレスを想定したものではない。だがそこは当日のお楽しみにしておこう。お披露目も兼ねているのでね。MK 本社でいろいろあったようだが、そのあたりはご想像にお任せしよう。まあテストの相手としては君の名前も挙がっていたんだがね。ああ、私も操縦できたくらいだ。 MK のテスターなら十分いけるだろう。キンケイド君と相談して、今からでも総司令に打診してみるかな。非公式の外部委託の体裁なら 4SPG として出せるかもしれない。なに、大統領ジョークだよ。冗談だが、実は本気であることも多い。ええ、それはどうか安心してください。例の結社との協定も
あくまでイレギュラーを減らすのが目的ですから。君たちこそ協定があるのだから、あまり出しゃばりすぎないことだ。ま、協定もそろそろ終わりだ。今後とも改めてよろしく頼むぜ。それはこちらのセリフですよ。カルバードのみならず、大陸諸国がどれだけあなたに支えられているか、いずれ一席設けさせていただきたい。それこそロックスミス閣下も交えてね。おお、それは名案だ。実は彼とは十数年来の知己でして、慌ただしくて失礼。諸君はどうかくつろいで行ってほしい。機密文書などは置いていないから、好きに見て回っても大丈夫だ。ああ、結婚して間もない頃にね、とある縁でこちらを購入したんだが、確か築70年くらいは経っているんじゃなかったかな。アニエス、それではあとは頼んだ。それと試験明けだ。あまり無理をして皆さんの足を引っ張らないように。もう分かっています。お父さんこそ無理しないでください。その例の計画、私も応援していますから。ああ、ありがとうアニエス。
Thank you.
Thank you.
その弱さこそが人の現在。第八はそれを観測し続けるために作られた。そして今回の観測は本当の意味でまだ終わっていない。オクトゲネシスの副産物としての機能、ゲネシスが起こした望まぬ観測結果、数回まで再試行できる強制リセット。その時にアーカイブされた別の可能性を最終観測結果として確定させることでな。Thank you.
お嬢様、失礼します。ご学友の方々がいらっしゃいまして。やっほー、アニエス、やっぱ実家に戻ってたみたいね。庭先で黒いドローン犬を見かけたからまさかとは思ったが。オデット、アルベール君。ごめんごめん、忙しそうなのにわざわざ訪ねちゃって。試験明けなのにアニエスと会えないってアルベールがごねちゃっててさ。ごねてない。寂しかったのは否定しないが、ロイおじさん、大統領閣下も相当忙しいみたいだしな。すみません、心配をかけちゃったみたいですね。まもなく発車いたします。次の列車が参ります。乗り降りの際はお気をつけて。素晴らしい成果ですね。評価ランク更新させていただきます。おう、もらっておくぜ。文句なしだな。ありがとうございます。